台湾のウェリー食品工場全社ジンドゥンジューローフォンウェイミェン揚げ麺に粉末スープと調味料がついています。麺は2ミリの軽い扁平断面で輪郭ははっきりしています。茹でて作ったためか表面は滑らかで気泡感はなくしっとりした舌触りです。歯ごたえは単調ですが、たぶりなさは感じません。丼おぎれで作るとこうはならないでしょう。スープは濁りのある赤茶色で、尖った部分のない柔らかな口当たりです。醤油濃度は薄めで、ポークの旨味が強く出ています。わずかに漢方薬のような匂いがします。旨味は強く、辛い刺激はありません。人の懐に入り込むような親しみやすい味です。具として、濃い味がついた細かな豚肉のかけらや玉ねぎ、チンゲン菜が入っており、具なしでも物足りなさは感じません。日本円にして65円ぐらいの安い製品ですが、スープに華やかさがあり、全然退屈しませんでした。みんな大好きトントン